この声を君には NHK 総合ドラマ10枠にて2017年9月8日から11月17日まで放送された日本のテレビドラマ全8回大森三日作偏屈な数学講師が人生を変えたいと訪れた朗読教室で謎多き女性講師のレッスンを通じ個性豊かなクラスメートと共に成長していく姿をコミカルに描く主演は 竹之内豊で本作が NHK ドラマ初主演となる。この声を君にもう一つの物語と題して、大森美香オリジナル脚本による本作スピンオフとなる舞台が制作され、2020年3月に上演が予定されていたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い全公演が開催自粛となった。 偏屈でさえない大学の数学講師、穂波隆タは、話すことが苦手で、妻、なおも愛想をつかして、子供を連れ家を出ていく。聞き手の気持ちを考えずに講義をする校は、学部長から勧められて、話し方教室を訪れるものの、講師の江崎京子と互いに言い,い争いとなり、険悪な雰囲気で教室を去る。後日、校は町外れにある。 小さな朗読教室で今日こと再会することとなる。この声を君にもう一つの物語と題し、2020年3月6日から3月8日まで、大阪、3K ホールブリーゼにて、3月12日から3月22日まで、東京、俳優座劇場にて上演が予定されていたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に、伴い全公演が開催自粛となり、 3月12日に無観客、収録を行った DVD を受注販売する。大森美香のオリジナル脚本により、ドラマに登場した、朗読教室、十日親を舞台に、新たな登場人物やエピソードを交えて描く。演出は、演劇ユニット、エンポリス主催の岸本あゆけ。主演は、尾上右近、ヒロイン役を、スケ、津川真奈美が演じる。 この声を君にもう一つの物語に関するカテゴリー、ありがとうございます。